土を作るために微生物の働きを活発にして、植物もある程度生やすっていうことをお話ししたんだけれども、じゃあそのために何をするべきかっていうことねをお話しするんだけれども、まずやってほしいのは耕すのを少し荒くしてほしいなっていうこと。細かく耕すとそれはね柔らかくなるんだよ。その時はね、柔らかくてふかふかでさいい感じなんだけれども、それが時間経つにつれて雨が降ったりすると逆に土が密になってしまって硬くなっちゃうんだよね。まあ手で耕すぐらいには問題ないんだけれども、我々農家なんかであればトラクターでやるんだけど、トラクターで3回4回5回とかね混ぜていくとふかふかって砂みたいになるんだけども、そうなるといい部分が風で飛んでいったり水で流れたり、そしてその後ぐっと密に詰まってしまって硬くなるんで、あまり耕さないこと、土の構造をなるべく壊さないっていうことね。土の中をかき混ぜて壊してしまうと、微生物たちがね、例えば根っこ生えてでそれが枯れた後その隙間ができるのね、そこを微生物たちが通ったりするし、そういう感じでそこに水が通って抜けて排水性が良くなったりっていうこともあるんで、それをわざわざめちゃくちゃに壊してしまうと逆にね土の中の環境が壊れてしまうんで、あまり耕さない。耕すんであればまず荒く耕して、でゴロゴロとこれゴロゴロしてれば隙間ができるんで、で細かくなってくると密になってしまって排水性も悪くなるし微生物も動きづらくなるっていうのがあるんで、最初ゴロゴロにすると、で表面だけは細かくすると、我々が作業しやすいように表面だけねは細かくする、深いところは耕さないか荒く耕す。だから今までトラクターであれば3回4回やってたのを2回にするとか、1回荒く起こして表面だけ浅く細かくするみたいなやり方をすると変わってきます。手であったら、まあ手でやると限界があるんで、まあそこまで気にしなくていいと思う。でもう一つ、草ね、草を見つけたら必ず抜くとかするけれども、あまり抜かなくてもいいと思う。さっき喋ったじゃん、根っこが生えてそれが枯れた後隙間ができて、そこ水を通ったり生き物が通ったりする場所になるって。だから逆に言うと根っこ残しておいてあげると、そして前の動画でも言ったけれども、根っこの周りって微生物がいっぱいいるわけよ。根の分泌物に集まった微生物、それとやり取りをして微生物がいっぱいいて、で生物圏ができて土ができるんで、根っこはある程度残してあげてほしいなって。抜かなきゃダメな草もあるけれども、抜かなくてもいい草、例えばハコベとかあるんだけど、でも邪魔になってきたら、そう地際って地面のところで釜で切ってあげる、ハサミでもいい。で地上部だけ取って野菜に光と風が当たるようにしてあげればそれでいいです。また生えてきたらまた取ってください。農家であれば俺なんかやってるのは刈り払い機っていう草を刈る機械でガーッと草を取ったりして、それでしのいでます。あとはね、光、土っていうのは光を嫌います、微生物とか。で山の土見てみれば葉っぱが降り積もってるじゃん、それで直射日光を防いで、でまた木が生えて日陰ができてっていうことで、土っていうのは光があまり当たらない方がいいです。まあ、土っていうか微生物ですね。なんで、まあ、どうするかっていうと、これ被覆してあげるといいのね。例えばさっき話した地際で買った草、これをね持ち出して堆肥にする必要はないです。これを通路に敷いてあげてください。それだけでその敷いたところの下、通路のところの土っていうのは微生物がいっぱい増えるんで、その草の下で。でしかもね、通路ってよく人間が歩くじゃん。そうすると我々の体重で等圧で土を固めてしまうんで、であとは固めなかったとしても雨降った後入るとぐちゃぐちゃぐちゃって壊しちゃうんで、それを防ぐ効果はあります。で通路に敷いてもまだ草がある場合であれば、野菜の株元に敷いてあげてもいいです。そうやって直射日光から守ってあげるといいです。でまとめるとね、土はあまり耕さない。手作業だったら気にしなくていいけど、トラクターだったらまあ最初
1回粗く耕して2回目浅く表面だけを耕すみたいな、まあ、あまり耕さないで草は、まあ、共存するイメージ。例えば根っこは残してあげて地際の上、地面の上は取ってしまうと。そしたら今度直射日光を当てないように通路部分に被覆をしてあげる、有機物を置いてあげる。そしてまあ余れば株元にも置いてあげる。ある程度草を生やしておいてあげるだけでも効果はあります。でね、もう一つこの被覆する草あるでしょ。これね、堆肥でやってもいいし堆肥じゃなくてもいいけども、俺は堆肥じゃない方がいいかな。うん。そしてさ、あの堆肥っていうのは微生物がね食べて分解して、その途中だったりかとあの分解し終わったものなんで、そうするとそっから先微生物が活発に働かないのよ。もう終わったものだから、もう土になってしまってるから、堆肥っていうのは、草の堆肥っていうのは。そうするとそれを入れたところで、まあ多少はね微生物の働きはありますけれども、著しくこうすごく活発になるっていうわけじゃないんで、生の有機物の方が俺はいいと思います。ただし生の有機物はさっき喋ったように3つ目、表面に被覆してあげてほしい。中に入れるとたまにガス発生したりとかもあるんで、表面で好気的条件、酸素がある状態、空気に触れた状態に置いてあげて分解するとよく、微生物が活発に働いてくれるんでいいと思います。でこの被覆ね、草だけじゃなくて台所で出た生ゴミ、動物性のものはやめた方がいいです。魚とか肉とか骨とか、それは匂い発生するからやめた方がいいです。野菜のクズとかあるでしょ、さすがに食べれないところ、それを通路に敷いてあげてもいいです。それだけでもかなり土は変わってくるんで、土イコール微生物、微生物のご飯をあげる、土が微生物がどうやれば働きやすいか、空気を送ってあげることとか、光が当たりづらいこと、草があることっていうことも考えながら環境を作ってあげてほしいなと思います。まだね俺の畑本番じゃないんで、それがね本番になってきたらこういう風にしてるよっていうことをまた動画にしていくんでね、まあよろしくお願いします。